ねえ、おしゃれ。門司港、うわ、かわいい。あの白いやつ、関門見える。どっちかが本州だよ。どっちだろうね。あ、こっちだ。お前は今、じゃあどこに立ってる。これがなんかもうノーマルみたいに。思ったよりも辛い。いいっつってんの。ね、歯ごたえ。これ俺のとびっこね。とびっこだ。美味しそうでしょ。歯ごたえとびっこ。何食ったの。うまいわこれ。身が引き締まって。このフグの被り物をして SNS に投稿してスタッフさんに声かけてくださいってこう言ったわけですよ。会計したらすっごい楽しそうで、いいじゃないですかってありがとうございますあれと思って、これ何かあるんですか。いや、ナイスナイスナイスあんだろうよ、なんかあんだろうよ。じゃあ皆さんあれですね、ここでなんかお土産買ってくみたいな話もありましたけど、アウトイベントでね、誰がもらえるかはちょっとあれですけど、あなたの恋咲かせてみませんか。咲かせましょう。パッと100円で咲くんだったらね、当たりますように。当たるとこあるんですか。当たりそう。じゃあ、はいはいはい、でも選びましょう。まあ、書きましょう。僕ね、恋の花火を打ち上げたくて。おお、分かんないです。バンド1、恋したい。言ってて恥ずかしくないドン吉。相手から信用されたいなら自分が相手を信用することよ。まず相手のことを知る努力をしなくちゃ。下心の扱い方次第で男なんて簡単に手玉に取れるこれ真理ですよ。ありがとうございます、はい、これできっかな。2人はここで福岡の特典会のお客様へのプレゼントっていうのを選びましょう。2人はよし、僕いいじゃないですか。ちゃんと門司港のキャラはチームちょっと NHK しよう日本刀とかいいんじゃない。いるか、いるものが必要なの。これ投げたいかどうか。あ、お顔拭いてある。これ面白いんだろう。あ、ペンだよ。しかもペン前提で話してたわ全員がかわいい。使うでしょこれ。嘘。やっぱさ、もらった人の笑顔とか想像しながらやっぱ探すと時間はかかるわけですよね。なんていうの、ワンがライトに、C で、なんなら C がライトに C。お、beautiful。しかも、なんで横へのところをやるんだよ。本当に来てる、本当に来てる、本当に来てるよ。わわわわわ、いいんだ。危ない危ない、早く早く、はじめちゃん早く。え、いいの、いいの。今怖。いや今怖かった。でもさ、多分ちょっと嫌だからさ、ああやってあそこ車通りあんまないんだよ。あれか、あれじゃない。すごい荷物。なんか一緒に稲佐山行かない。でも夜行きたいんじゃない。うん、夜、温泉。4泊もしたことないから。でもインキーした感じがある、本当に。いきなり、いきなりインキー。4泊のお金。インロック、インロック。どうする、4泊でここで寝れる。いや、俺の部屋ではなくさないよ。え、え、じゃあ俺だってね、パタンって出てきて、スッて入ってきて。ガチで、嘘でしょ。2回目
しょう。あかねえよ。いや、どこにあるわけないじゃん。2度目のインロックの旅や。いや、なんとやっても泣かないから。本当に恥ずかしい。生で来て。2度目のインロックしてる。しかも、もう719って覚えられてる。いや、違うんですよ。ね、本当すいません。いや、本当にすいません。すいません、本当申し訳ありません。この短時間で2回インキーする人っていますか？あんまりいないですね。本当申し訳ございません。いえいえ、すいません。あ、もうバッチリぐっさり刺さってる。すいません、ありがとうございました。すいませんでした。メンバーで取れ高高くなきゃいけないのに、あなたばっか取れ高高くなってるの本当にやめてもらっていいですか？本当ごめんなさい。ね、本当に気をつけてください。はい、すいませんでした。さよなら。さよなら。すいませんでした。さよなら。すごいよ、遅い。皆さん移動お疲れ様でした。で、まあ、僕らちょっと今回47都道府県回るということで、はい、地方にいてね、時間がある日もあるということもあってとかしますが、いつも外食っていうわけですね。お金もね、体のこともね、考えたりとか、そういう体調管理も含めてちゃんとしたご飯を食べましょうよと。そこでですよ、今回ツアーに発表します。炊飯器、圧力稲葉始め、圧力さんじゃないですか。スタッフのですね、親戚からお米を送ってもらいですね、ツアーを元気に回っていきましょうよということ。皆さん今回おのおのが持ち回りの作業に、はい、ですね、頑張るぞ。今回の担当は、はい、横山です。開けてください。オープン。本当に美味しそうなのこれ。コシヒカリですよ。これ何号？わかりますか？これ3ですね。で今回は3号を炊きました。まあいいとこだね。結構いいところだと思いますよ。一人1号は食べれない。クックパッドさんに書いてあったから。やだよね。なんすげえインターネット使うの。そこにあるから。図書館行けよ。空いてっかね。予定としては今夜食べきる想定です。リクエストがあれば朝も食べる。おかずがないんですよ。あら、皆さん現地調達していただく。ちょっとサバイバルナイフとか買ってこないとね。長崎だったらいるかもしれない。野生の組みたいな。血抜きしてる。めっちゃけお米があるだけで全然違うからね。ということでね、はい、このツアーはこうやってご飯を食べていこうと思います。ちょうど9時になります。